こんにちは、金子です。今回は別のシートでカウント IF 関数を使う方法を紹介していきます。カウント IF 関数の使い方は同じシートで使う場合は使えるようになったんですけども、例えばこの別のシート、集計のシートを別に用意して そこでカウントイフ関数を使って解く方法になるとまたやり方が少し異なってきますのでその方法をしっかり理解して使えるようになっておきましょうそしたらですねまずは今までの習ってきた方法と同じ順序で別のシートで解いてみましょうまず最初は指定した人をこのようにダブルコーテーションで 囲ってあげて,それで解いてあげるその後にですね、セルを指定してあげて、その人を解いてあげる。最後にですね、絶対参照を指定してあげて、このようにオートフィルしても全員分解けるようにして解いてあげる。この3つを別のシートで解いていきます。一番使用頻度が高いのがですね、このように絶対参照にして解くというのが、一番使用頻度が高い使い方になりますので、 この絶対参照にして解くというところまでしっかり理解してあげましょう。そしたらやっていきましょう。まず集計シートにですね、このように先ほどと同じように集計したやつと、あとですね、鈴木さんの人数というのも一つ追加して作ってあります。そしたらですね、まずは鈴木さんの人数を直接指定して解く方法をやってみましょう。鈴木さんの人数を入れるところを、イコールを押してカウントイフと、これ半刻で入力していただいて、タブキー。 してあげると、このようにカウントイフが使えるようになります。で、まずですね、この範囲ですね、今黒くなっているのが範囲なので、範囲はですね、成績表の中の鈴木さんが入力されている一覧なので、成績表を一度クリックします。で、この名前の中から鈴木さんを探したいので、この名前のところを指定してあげましょう。で、同じシートじゃないときはですね、色がつかないというお話をしたので、今点線で ててという,ふうに出てきてますで、ここにですね、選択されたところはどこに表示されているのかというとですね、ここの数式バーというところですね、ここに今入力されているので、ここを確認してあげてください。 これで今、成績表びっくり、A4 から A9 というのは、成績表シートの A4 から A9 が指定されてますよということになります。ただですね、この時に戻ってはいけないので、ここの数式バーに追加して入力をしてあげましょう。じゃあ、この数式バーの一番後ろ、クリックしてあげます。そうするとですね、カウント F 関数、範イ、カンマ検索条件なので、ここにですね、カンマを入れてあげます。 カーマーですね。そうすると検索条件が映ったと思います。で、ここにですね、ちゃんとカンマーが入力されているのがわかりますね。じゃあ、この入力されているところに直接鈴木さんの文字を入れてあげましょう。ダブルコーテーション、鈴木ですね。で、ダブルコーテーション。これは今までと同じです。で、この状態でもう関数が完成した場合は Enter キーですね。この画面のまま Enter キーを押します。 そうすると2という風に出てきました。じゃあこの中身を F の2番で見てみましょう。そうするとですね、成績表シートの A4 から A9 が 範囲として選ばれてます。で、ダブルコーテーション、鈴木、ダブルコーテーションなんで、検索条件が鈴木ということですね。このようにして、別のシートになった場合も、シートを移動しないで、このカウントイフ関数を解きますので、そこだけ注意をして解いてあげてください。ここはですね、何度も何度も繰り返してやらないと理解できないかなと思いますので、何回もこの部分をですね、消して、何回も解き直して、で、練習をしてみてください。そしたらエスケープキーを押します。で、次にですね、 こちらのセロを指定して得方法をやっていきましょう。これもですね、またやり方が少し異なります。では、イコールカウントイフという風にしていきます。じゃあタブキーですね。そしたらですね、範囲と検索条件なので、まず成績表に移りましょう。成績表に移りましたら、ここのところが範囲ですね。鈴木さんから木村さん。ここの名前のところを範囲にしてあげましょう。そしたらですね、先ほどと同じく検索条件に移りますので、ここの一番後ろのところをクリックしましょう。 そしたらですね、カンマを押してあげると検索条件になります。で、検索条件に移ったんですけども、今度はですね、セルを指定しないといけないんですね。今まではですね、関数の時にシートを移動したら戻ってはいけませんよっていう話をしたんですけれども、今回はですね、検索条件にもう条件が移っているんですね。カンマでこのように区切った場合はですね、一回リセットがされます。 この状態になった場合は、またシートを移動して選択し直しても OK になりますので、集計表のシートに戻っていただいて大丈夫です。 集計表のシートに戻って鈴木さんを指定してあげましょう。そうするとですね、成績表シートの A4 から A9、そして間までで条件がですね、集計表シートの A7 ってことですね。集計表のシート、そして A の7番、ここですね、が指定されてますよっていう関数になります。そうしたら Enter キーを押しましょう。そうしたらですね、中身を見ていきます。クリックして F の2番ですね。そうすると先ほども言ったんですけど、成績表シートの A4 から A9、 カンマ、検索条件がこの集計シートの A7 ですね。同じシートの場合は、シート名が入ってはいるんですけども、色がしっかりついているのがわかりますね。なので、このようにこのカウント F 関数は読み解きます。そしたらエスケープキーを押してオートフィルを押してあげましょう。右下のところにカーサルを合わせてダブルクリックですね。そうすると全員分が解けるようになります。ただですね、この状態も間違いが起きてまして、 この木村さんの人数を見ていただくと、ここのところですね、成績表シートの A6 から A11 って書いてあるんですけれども、これ本当はですね、先ほどのところを見てみると、A4 から A9 が正しい形なんですね。 ただ、ここの木村さんのところ、A6 から A11 という風に、これはずれてしまっています。で、これシートがですね、分かれているとですね、ずれていることに、ここの関数の中身を見ても、元の表が見えないので気づけないんですね。なので、別のシートで関数を解いて、それをオートフィルするときはですね、ずれていないのかなっていう風に、このように必ず関数の中身を確認してあげることがすごく重要になってきます。そしたらですね、今回は A6 から A11 という風に、ここがですね、 ててしまってるんですねこの成績表シートの A6 から A11 このようになってしまってるということなのでこれもですね修正をしていきましょうどのように修正するかというと絶対参照ですね絶対参照を押すと,と固定できるっていうのをやったと思いますので固定をしていきますそしたらですねこの B の7ですねクリックしていただいて絶対参照をつけるときは必ず一番上を修正していきます じゃあ、ここの B の7を F の2番で覗いていただきまして、今回ずれて困るところっていうのは A4 から A9 ですよね。なので、A4 の A の4、ここの間ですね、ここ1度クリックしていただいて F の4。そしてですね、A の9の間、こちらをですね、クリックしていただいて F の4。そうするとですね、A4 から F の9が固定されるということになります。そしたら Enter キーで確定してあげましょう。こうですね。 そしたらですね、ここの部分をオートフィルで上書きしていきましょう。そしたら先ほどのところを見ると、F の2番で見るとですね、このように A4 から A の9というふうに、このようにオートフィルをしても変わらないという状況が作れたと思います。このカウント F 関数を別のシートで解くときはですね、元の表が見れないので、ずれてるかずれてないかっていうのがすごくわかりづらいです。 なので、ここの部分でちょっとややこしくてわかりにくいなと思ったらですね、同じシートで絶対参照を使うという動画を見ながら、そちらをですね、完全にマスターをしていただいて、その後にですね、この別のシートで解いていただくっていうところをですね、繰り返してやっていただければ理解ができるようになっていきます。で、この絶対参照もですね、後からつけていたんですけれども、これも式の途中で作ることができますので、その方法もやっていきましょう。そしたらですね、一度ここの B の 7から P の9ですね。ここ全部消していただいて、じゃあ、イコール、カウント F ですね。入力を押していきます。で、まず範囲ですね。範囲はですね、そのまま指定を押していきますので、成績表から名前のところですね。ここを全部選択します。 そうしたらですね、ここの状態でもうすでにですね、ここは固定するなっていう風に分かっているのであれば、この状態で F4 を押しましょう。そうするとですね、もうここのところ、A の4と A の9、両方に絶対参照、自動的についていると思います。なので、この状態で一気にここからここまで固定できているということですね。あとは解き方は一緒です。そしたらですね、ここの後ろのところをクリック。そしてカマンマを押しましょう。 で、我慢をしたら検索条件に移りますので、集計表に戻りまして、そして鈴木さんですね。そうするとですね、後から修正することなくもう絶対参照が入った形で解けるようになりますので、慣れてきたらですね、この方法で解いてみてください。そしたらエンターキーですね。 そうすると、後から修正をしないでもうオートフィールをするだけで、これで解き終わったということになります。今回はですね、カウントイフ関数を別のシートで使用して、それを絶対参照を使って解くという方法を紹介していきました。このカウントイフまで行くとですね、少し理解するのが難しくなってきますので、まずは同じシートでカウントイフを解けるようになって、それを理解したらですね、今回のように別のシートから絶対参照を使って解くと。 いうのを何回も繰り返して覚えてみてくださいそれではまた別の動画でお会いしましょうバイバイ